番組は NEC 日本電機グループ、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。また何か出すんだって。そう、歌を出します。歌を出す、うん、ソロ聞いてください。乳首は出すわ、歌は出す。なんで出してないってば。もうやめて。いろんなもんだな、うん、男たちもそろそろポコチンでも出してる。いやだよ、出さないでよ。だってみんないろんなもん出すんだもんね。物を出すもんないですからね。物を出すもんないね。あとは肛門でハンコでも押すしかないけど。押されたくない。ね、そういうわけ。そういうわけで、じゃあ、ベスト5からです。はい。PC エンジン。メーカーの人気ソフトナムコ編、人気ベスト5。というわけで、今回ナムコの人気編ベスト5です。どうぞ。ナンバー5、ドラゴンスプリット。ナムコならでは、クオリティの高いシューティングゲームです。ナンバー4、超絶レンジンベルドマン。ナムコには表金路線もあるんです。操作性の新しさも丸。ナンバー3、スプラナハウス。オリジナルのクオリティもさることながら、移植度にも関心。ナンバー2、ワルキューレの伝説。女の子のファンが多いのもナムコゲームの特徴です。ナンバー1 of this week、源平トーマ伝。ゲーム業界がひっくり返った時の良さ、文句なしの第1位でした。はい、今回ね、プレゼントは夏休み特別プレゼントと、あとソフトの方はファイヤープロレスリングセカンドバウトですね。はい、ソフトの方ちょっと一人。はい、まず静岡県掛川市の吉岡三郎くん、他9名の方にファイヤープロレスリングセカンドバウトのソフトを差し上げます。そして夏休みスペシャルプレゼント第3弾ということで、鍋さんのサイン入りコアグラ2と、GTV プロフェッショナル PC エンジン CT ロブロムサマースペシャル91の当選者はご覧の方々です。おめでとうございます。おめでとうございます。シャリコマ。PC エンジン CD ロムロム。平和な世界を取り戻すため魔幻衆に戦いを挑むレナとアム。前作を上回るストーリーとグレードアップしたアクション、ビジュアルシーンはさらに美しく、さらにドラマチックに。 CD ロムビジュアルアクションゲームバーリス4、ついに登場。PC エンジン CD ロムロム。よみがえる伝説の剣、迷宮に復活した魔物を倒せ。勇者再びニュートピアの地へ。前作のスケールをはるかに超える冒険の旅、ニュートピア2 by ハドソン。どうしたんですかこの。いや見てください、そのあざ。四カメさん、ちょっとこれちょっと寄ると、思いっきりアオタン。そうやってるのが分かりやすい。ピクピクしてる。やっとね、見たんですけど、昨日はこんな晴れてましてね。晴れてた、うん、いや半端じゃできないですよ。で早速ですけど、あのね、今日はですね、私のに教えていただいたですね、不動館事務の名取館長とその文科生の方々がいらしてます。どうぞ。どうぞ。こちら館長。館長でですね、真ん中にいらっしゃる、はい、彼女がね、うん、WK 女子キックボクシングフライ級世界第一位の、え、一位世界で一番強いの。でも見えないね。あっちゃー。そして文科生の、三井彩さんでしたっけ。三井さんまだ若そうですね。はい、おいくつですか。15歳です。あれ、こ、2倍です。2倍いいな、香里ちゃん。ね、よかったですね。2人ともね、その辺にいそうな可愛らしい高校生って感じでしょ。ねえ、それがね、リングにあると全然違うんですよ。そうですか。ちょっと見てみましょうか。はい、そうだな。じゃあ私の一日体験、山梨県の武道館、空手、ザック空手、空手と同士に両方とも何か教えてらっしゃるんですね、先生。そうです。それでまず基礎体操からですね、やらせていただいたんですけど、もうロープ飛ぶだけでね、クタクタになっちゃいましてね。これはなんだっけ、お腹に叩かれてんの。腹筋の時に気が抜けないようにお腹を結構きましたね。
あとね、あのほら足がね高く上がんなきゃいけないから思いっきり ね股関節やっぱりこう綺麗にね真っ二つ割れないといけないってことだね。であとシャドーボクシング、やっぱりこうボクシングとちょっと違ってですね、蹴りが多彩に入ってくるスピードも必要なんですけど、小さい子もいっぱいいるんだよね。ちょっと私体硬くなってますからね、形から教えてもらわないと。行くわけ、ね、蹴る足じゃないね、蹴るのはね、必ず膝、軸足のでこれが実際に、グローブを使って、ね、グローブがですね、グローブっていうかです、ね、あの受けるあの板が、ね、柔らかそうに見えるとものすごく硬いんですよ、うん、で僕もだいぶ様になってきたでしょ、うん、これ柔軟体操が効いてね、足がね自然に上がるようになりましたね、うん、でも渡辺さんもすごい、でもうだんだんねくたばってきたってね、うん、バテてですかね、僕ももうすぐ30ですからね、体力がないですから、ね、羨ましいと思ってらっしゃる方も多いと思いますけどね、私この幸せを感じてる余裕がありません。でこれが首相撲、基礎トレーニング、あれなんかちょっと入っても痛そうだな。痛いですよ、今のはあの首相撲です。首を取りながら相撲をするっていう感覚で、膝を出します。接近戦で、相手を制する。頭を下げたらね、顔に来ちゃうから。そう、蹴られてボディ鍛えるの。そう。蹴られて鍛える。はい。すっごい痛いんですよ、これで。体力が。肺を蹴られるとね、それ一発ですっごい体力消耗するんですよ。やった人じゃないと分かんないですよ。そういうことじゃないよ、もうこれ。ほら、これがスパーリングです。思いっきり蹴ってます。離れて、あの蹴りでバットが折れるぐらいのパワーなんですよ。うわ、はい、オッケー、はい、お疲れ様でした、最終段階スパーリングの練習ですね、実際にですねどういう感じで試合をこうやってやっていくかリングの上でやってみようと思います。で胸を借りようということになりましたね。世界第1位の熊谷さん、とんでもないよね、入ったね今、うん、結構ねすごいスピードで、うわ、わかりますこれ痛さ、わかんないんでちょっと後で体験して、あの一発入るともう目が見えないんですよ。ほら今目が見えてないでしょつぶってんじゃないの、ええ、頭がボーっとしちゃってるんですよ。お、いったじゃん、いったじゃん、いったじゃん、体重を利用してですね、押し込んでね、ラッシュに走ったんですけど、笑ってるよ、いかんせんね、効いてない、全然効いてない、効いてないんだ、入ってる、入ってるじゃん。それでちょっとした隙をね、あの、ほらやるからやられて、もうこっから先はね、箱殴り、ああ今のね、切り返し方なんかが、まだやる、ああ、入った入ってるよ、入ってるよ、もう、お、入ってる、自分で見ててもすごいな、これはボコボコカウンターやって立ち上がったんですけどね、すぐまた、ね、3回ぐらいで、いや、ちょっと曲がってるよ、早いやるかいられちゃう、2ラウンド半ぐらいやりましてねで、とうとうこうレフリーストップ、テクニカルノックアウト負けでね、足はするし血は出るしですねそれね、驚いたんですけどね、パンチが速いから、うん、T シャツ着てるんですけど、うん、T シャツの上からこうかすっただけでね、うん、ここはね傷がついてね、あと、うん、から見たら血が出る、すごい傷なの、体中、あざだけじゃないんですよ、このスピードでね、カミソリのようにパンチが、ここにあるのがこれ何をするもの、これはあのパンチを顔面に打たれても耐えれるような体を作ると。どうやってやるんですか、じゃあ、何キロぐらいあるものですか、これ何キロですか、今が10キロ10キロだと軽い方ですね、ほんと噛んでんのそれ、噛んでますね、うわうわ嘘でしょ、歯折れませんか、うん、ちょっと触っていいですかこの辺で、うわやっぱ彼氏なんかやっぱ強くなくちゃ嫌でしょ、そしたら、そんなことないですね、そんなことないですか、一回試してみたら、いや俺ちょっと大丈夫締めたりだら手叩いたりだら一番だけ、ここ俺意外とこういうの頑張っちゃうんだよ、やらされると、うん、痛いよね、歯取れちゃうよこれ、
はい、わかりました。さあどうしましょう。これ試合ですか、この後は。そうですね。福田練習試合。福田もここまで練習試合。マイク取っていいですか。マイク取んなしちゃダメだね。一回お願いしますね。いや、お前ちょっとこ結構本気でやっていいの。本気でやる人なんですか。世界で一番強い人と福田です。はい、とんでもない差だね。はい、どうぞ。怖いよ。よ。逃げろ。はい。めっちゃ目が変わっちゃった。顔が違う。変わっちゃった。どうしよう。うわ。ダウンダウンダウン入った入った大丈夫ね。深呼吸深呼吸。大丈夫ちょっと痛くない。はい、深呼吸して。無茶な企画だよ。はい、OK。 はい、行きましょう。世界で一番強いんだもん。もう少し行きます。まだできそう。え、はい。ちょっといいんですか。まだしっかりしてるから。はい。おお、あ、怖いな。大丈夫。すごいわ。やりたがってんだよ、これを4カメが。やりますあの顔、4カメの顔が苦笑いって感じ。上司の今日から撮ったの。いや、4カメさんです。本当だって。本当だって本当だって上は 何でも使ってくださいって言われてんだから。もうきっと来週から4回目さんこの番組来ないと思う。試合はバンテージして、うん、カメラ適当に映してるんですよね。さあ出ました今4回目さんがベンロこれだんだんこれやるたびに誰か一人犠牲になるんでしょ。誰か一人出てくるね。さあ次は誰かね。そうそう、ね、音声がやりたがってるんだよ。いいっすよ俺やりますよなんか言ってたよ。いいなぁ、うん、よくさん、これがあれで愛が芽生えるかもしれません。15歳のもう逃げ腰だわ。あっ、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 捕まったら。はい、はい、ありがとうございました。はい、ね、それじゃこれからも頑張って、あやちゃんも頑張ってください。はい、はい、先生どうも本当に今日はありがとうございました。よみがえる伝説の剣、迷宮に復活した魔物を倒せ、勇者再びニュートピアの地へ、前作のスケールをはるかに超える冒険の旅、ニュートピア2 by ハドソン。 PC エンジン CD ロムロム。平和な世界を取り戻すため魔幻衆に戦いを挑むレナとアム。前作を上回るストーリーとグレードアップしたアクション、ビジュアルシーンはさらに美しく、さらにドラマチックに。 CD ロムビジュアルアクションゲームバリス4、ついに登場。PC エンジン CD ロムロム。どんなもんだというわけで、興奮さめやらぬ後楽園からお届けするわけですけど、どこですかここは。今日は、はい、今日のテーマは、うん、特技。まあ、前回の特技の時とんでもなくうさんくさいやつ来ちゃいましたけれども、じゃあどんなことやら、はい、盛り上がってるところに行きましょう。エビちゃんチームです、どうぞ。はい、東京都武蔵野市から来ていただきました瀬戸直樹くん14歳。僕は薬師丸ひろ子の真似をしながらゲップの10回連続技が得意。ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ瀬戸直樹くんどうぞ。こんなやつです。変なやつとしてる、はい、変ですね。今出るのゲップ病っていうのは。どうぞ。うん、出るね。出るね。早速ですけど、はい、やっていただきましょうか。はい。はい。まあ最後吐きそうになったから。汚ねえ。これよく見たからな。まあいるな。それだけ。
他何にもできないの。うん、わあ、ありませんね。まあそう。はい。野毛に似てるんです少しね。まあちょっとね。野毛にちょっとだから似てるからこうやって構えてこう投げるときに一回後ろを振り向いてこうやってアップになった時にゲッポってできる。やってみます。ちょっとやってみるね。今タイミングがあるからかな。こうやって構えて後ろまで帰ってこう投げ切った時にこれこれ上がった時は俺はいいと思うんだけどね。これ受けると思うよ、はい、これを芸にしようと思い立ったのはいつ、どこでやったことあるの。いや、ないけど、これはもうチャンスだなと思って、うん、チャンスだな。どんなものを見てこの番組が、はい、この番組チャンスだなと思ったスター誕生みたいになっちゃいましたね。スター誕生みたいになっちゃいました。でも嬉しいじゃないですか。まあ嬉しいか。嬉しいじゃないですか。まあ、なあ、みんなこれに出るためにザンビアだとかさ、そうそうそう、いろんなとこ行って修行するんだよ。ネタを考えてくれてさ、そうそうそう、はい、どうもありがとう。はい、ね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。では、くちゃんチームです。どうぞ。はい、こちらはこの夏、千葉の山にこもって修行したという、お待たせしました。小安隆二君、14歳。待ってねえよ、お前。待ってねえ。聞いたことあるぞ。聞いたことあるぞ。本田チーム、小安隆二君、お願いします。あー、出た。出た。あら今度はどこで修行してきたって千葉県のノコギリザメ山です、うん、そうあんのかノコギリザメ山。それじゃあそれをね、この間みたいなインチキヨガじゃダメだよ、はい、ね、小安分かってるね。ちゃんとしたので勝負しないと勝ったらゲップ結構強烈だからね負けるよ。あ、ウォーもできます。何がゲップ、うん、やってみ。あいうえおって言う。あいうえおって言うのゲップでどうぞ。もう一回、もう一回、二回目でいいよ、二回目で。はい、せーの。汚ねえな、若い汚ねえな、お前は。払いで。負けたね、もう。ちょっと勝てないだろ、お前。あいうえおで、簡単にやられちゃった、だって。あいうえおでやってみな、せーの。おが難しいね。おが難しいね。これ、二人で一緒に共演って言ってんやん。せーの、二回目。せーの。みんな何かご飯食べてる人何人いると思うんですかテレビの向こうで。それで出ればよかったな。まずこのノコギリザメ山取っといてそれは何物は図解で一応ね、うん、こちらよく分かんないんです。図解で分かんないんでしょ、うん、どこやって何を やればいいの、うん、どう何を図解してんのこれ。脇の下膝の裏顔ならしは解説なしてなんだよ。何何これはできるの。もう一回だね。私が詩を読むからそれに合わせて言える。ある晴れた日突然に私が空を見上げていると何か不思議なものが落ちてきました。しょうがないな、もうどうしようもないな、お前は座っちゃった。もうダメ、お腹痛いよ。腕一回で口が台形の形になる。エラもできる。何これ。あ、それはダメです。ダメだろうか。あ、今回も小安隆二の勝ち。おめでとうございます。しょうがないな。エンジンソフト3枚セットがあります。どっちがいいですか、はい、ソフト3枚です。やったやった、負けた彼にはよっしゃ来たコブラ2をあげよう、ね、このコーナーでは皆様からの参加をお待ちしています。あの自慢を書いたハガキをどしどしください。だけどこのコーナーに出るには修行が必要です。そう、しかも山奥で山奥で
山はノコギリザメ山でもポンポン山でも何でも構いませんけども、山で最低3年半は信用してから番組に応募していただきたいと思います。はい、というわけで今日はどうもありがとうございました。どんな女でした。新しく出た PC エンジンコアグラ2をやらせてくれ、やらせてくれ。PC エンジンコアグラ2をやらせてくれ。ダメ。 PC エンジンコアグラ2新登場。もしもし、19番。 PC エンジン、宇宙の彼方から発信されるスパイラルウェーブとは、それは2390年の地球を救うキーワード。大宇宙を舞台に展開するゲームオデッセイ、地球の未来をかけた戦いが今始まる。スペースオペラスパイラルウェーブ、メディアリングより近日発売。メディアリング、頭がクラクラするってカメラの技だけですね、はい、鍋のコーナーです。はい、今日はね、新しいところでモンスタープロレスのちょっと変わってて変で面白いなと思いました。どうぞ。まず最初はモンスタープロレス。はい、これはね、もううちの事務所でもバカウケだったね、笑えるゲームなんですけれども、プロレスゲームなんだけどね、キャラクターがモンスターのなんていうかな、アニメで戦闘シーンを楽しめるプロレスゲーム、見てください。カードゲームみたいに技を出し合ってですね、その技の効き具合がね、実際に戦闘シーンのアニメで楽しめちゃってですね、何しろ、ね、魔界異種格闘技戦っていうぐらいですから、はちゃめっちゃな攻撃がどんどん出てきますね。でその効果がいちいちこうやってね、すごい出ちゃう。次はコピアーズ・ザ・プロミストランド。はい、海外のパソコンシーンから生まれた超斬新超ヒットゲームでね、もう皆さん名前はご存知だと思いますしね、あの PC でもヒューカードでね一回出たことあるんですけれども、待ってる待ってる、今度はねスーパーロムロムシステム対応で、出ましたんでね、パワーアップしてますよ。もうね、皆さん知ってると思うんですけど、神様になって自分の民を栄えさせる、そして敵の民を、滅ぼさせるっていうねゲーム目的なんですけど、やっぱ CD ロムだからね、マップとかねグラフィックがすごく充実してますよ。新作情報は青龍伝説モンビット。はい、前期待の高いモンビットついに登場しましたね。しっかり作り込んだ RPG です。ストーリーはね、邪帝ギールに侵略され尽くした惑星が舞台でね、そこに平和を取り戻すためにモンビット一族っていうのは、ウサギみたいな二の長い一族からですね、伝説の勇士盟友ドラゴンと共に立ち上がるっていうですね、そういったね、まあベーシックなファンタジーストーリーを木をてらわずにしっかりとして作り込んでいて好感が持てました。はい、はい、ね、やっぱゲームアイデアとしてですね、ドラゴンが大きなポイントを占めてましてね、ドラゴン最初はね卵の状態で、初めて会うんですけれども、それをね各大陸に散らばってるモンビットの印っていうのを集めていって、ドラゴン進化させていくとね、しまいにはですね強い味方になってくれるっていうね、その辺がなかなかですねワクワクさせてくれるところだと思いますね。 PC エンジンなかなか今までファンタジーロールペンゲーム少なかったですから、これが一つねベーシックにね定番になっていくと面白いと思います。はい、特別情報ですけれども、今日もね、この間ちょっと攻略候補やって随分ね反響ありましてね、結構難しいゲームなんですけど、守備ビンマン2、これのね今日大サービスで2面4面6面のボスキャラクターをですね一気に攻略候補教えちゃいます。 VTR お願いします。まずは2面のユノヘという敵なんですけれども、これ簡単にやっつけられます。お腹の真ん中にですね入り込むとね、敵が自分を見失ってですねキョロキョロします。それでねお腹の真ん中にいてですねやっつければね、ダメージを受けずにですね敵もわけわかんないままやっつけられちゃうとね、簡単ですね、見つけちゃったら簡単なんですよね。余面はスプレンダーって敵なんですけど、これもね安全地帯っていうかですね、頭の下に入るとね敵が自分を見失うわけですね。そこで上を向けて首根っこを打つ、そうするとね一気にやっつけることができます。6面こいつも強敵なんですけれども、こいつの場合特徴があるのはね足にね当たり判定がないんです。ですから足元にですね、画面のちょうど中央ぐらいですかね、うずくまってると攻撃、光線も受けないで済みますし、敵からのダメージも受けない。これ何十分待っててもね一切ダメージ受けませんからね、まあ、頃合い見計らって股間を上に向かって打つ結構難しいゲームでもね探せばこういう簡単な攻略法があるもんですよね。なんか当たりそうなんだけどね、そうギリギリでね、まあ、いろいろプログラム的に都合があるんでしょうけどね、安全地帯になってますね。
まあ、だから運動神経の鈍い人もね、頭で考えるとどんな難しいゲームでも攻略できるというお話でした。うん、はい、よくわかりました。はい、それではプレゼントのコーナーです。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。はがきをくれた方の中から抽選で10名の方に青龍伝説モンビットのソフトを差し上げます。はい、それから番組特製のテレフォンカードも10名の方にプレゼントします。宛先はいつもの通りです。郵便番号 105-12 テレビ東京大竹まことのただいま PC ランドプレゼント係、こちらまで送ってください。締め切りは明日の決心までです。なお発表を発送をもって返させていただきます。はい、というわけでね、俺はもう真剣に考えてるよ。締めたには外さなくちゃいかん。あれは身の危険を感じるもん。だんだんやばくなってきました。やばいよ、だって青田もあんなになっちゃったし、乱暴だもの。来てますね。来てるよ。外したとばっちりってきっと私のとこに来るんだろうね。まあいいじゃない。よくないのよ。お前だ、簡単に言われたくない。なんとかしろよお前。やだよ、怖いよ。というわけで私たちも9月に入って、はい、ね、特に福田も、はい、渡辺も体に気をつけてこの仕事を続けていきたいと思っております。鶴瓶さん、お楽しみよ。かみさん、はい、かみさん。この番組は NEC 日本電機グループ、もっとバチンと、もう先生じゃないと思う。そうそう、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。先生、今ちょっとボケまくる。笑ってはいけません。これはマジなゲームです。時空戦記ムー。ゲーム業界始まって以来の快挙。主人公の顔を自由自在に変えられる福笑いシステムをはじめ、20人のキャラクターが織りなすスーパー RPG ついに登場。ゲームボーイに新しい伝説が生まれる時空戦記ムー。 by ハドソン。